Hideyoshi. この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落として御覧に入れます。よし、おい聞いたろ秀の字、行くぞ。ほら来い。さあ、 いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き、位置に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは、お主は何を求める？神仏、 あやかしの霊石、その全てを御して、こそあまねく天地に落土をしけよ。ひとたび生を受け、滅せぬ者のあるべきか。しかれど、ウヌの青き瞳には、その定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく、 この信長の野望とともに、人知の果てを超えられよ。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが 鉄砲を使う最下手、手強いわね。後で会いましょう。気をつけて。 俺の睨んだ通り、こっちの守りは手薄だったな。さあ、ここで藤吉郎流、敵の注意を俺たちに引きつけるぞ。 最下衆の鉄砲がなけりゃ本体も門を突破できるぞ。見てみろよ、あのバカでかい三重の塔を。本願寺の力の象徴だ。波の大名よりやっかいなやつらだぞ。その上霊石まで。まあ俺たちがもらっちまうんだがな。さて、ここからは別行動だ。 俺もちょいと仕事をしてくる。あやかしもいるようだし、俺が行くよりな。こっちは任せた。頼むぞ秀の字。どうした？こっちはお前に任せたぞ秀の字。
で、何より、あなたの陽動のおかげで、織田本体も侵入できました。寺にはあやかしだけでなく、大水までも。この異変は、溜め込まれた霊石に起因するものでしょう。あなたの力が頼りです。どうかお気をつけて。寺にはあやかしだけで、あな。
武田が動き出す前に本願寺を下さねばならんが仏前寺に信長様に対抗せんと霊石を使ったかんお主も本土を目指しておるのかならばついてまいれこの鬼柴田の姓守ってみせ Oh, my God.
着いたはよいが敵の首領はどこにおるのか。こうしておる間にも敵の援軍が迫っておるかもしれん。手分けして探すぞ。お主、先に行け。あやかし風情と思っておったが、なかなかやるではないか。ほれ、選別じゃ。
我らの寺が霊石などに頼ったばかりに。 Thank you.
とどめを刺さないのか。面白い。それじゃ遠慮なく引かせてもらう。あんたも逃げた方がいい。霊石のせいか厄介なのが寄りついちまったね。ここもじきに崩れる。じゃあな、あんたとはまたどこかで会いそうだ。 やりましたな、秀千代殿。これをお持ちください。私のことは気にせず先へお急ぎください。秀千代殿、どうぞお気をつけて。秀吉がいつかきっと。 最下のカラスとの決着はついたようだな。出しゃばりよって。こたびはお主に功を譲ってやったまでよ。お主酒は飲めるか。猿めは気に食わんが、働きに免じて酒の相手ぐらいさせてやってもよいぞ。さっきから響く地鳴り、まだ何かおるよ。
落ち着いて聞いて。半兵衛が死んだわ。半兵衛、具合は悪そうだったけど、こんな急に。今日での挙兵を助成するなら、霊石も欲するままに手に入ろう。だが、闇討ちは心が痛む。夢を叶える力はすでに与えた。情けは無用。そうだな。あんたと同じこの力があれば。